こんにちは、ひらたくチャンネルです。こんにちは。こんにちは。パンダーニ中国ですね。リーニー、小山ラジ。リーニーですか。リーニー、チャイナ。今日は、まあ輸入ラバーがたくさんあるんですけど、一個めっちゃ面白い名前のラバーを見つけて、まあ、うちのラケットで、オリジナルラケットでカイリキっていうオリジナルラケットがあるんですけど、なんとじゃん、カイリキラバーラバーの名前がカイリキ。いや、どっちが先なんですかね、これ。多分このラバーが絶対先ただこんなんがあるっていうのを全く知らんかって、日本語で書いてあるんだけど中国で販売されてるらしい。あ、中国ラバー、速さがモットーカイリキということで、なんかめっちゃたくさん仕入れちゃいました、ね、めっちゃ多いですね。まあいいかどうかも確かめる前に、なんかとりあえずなんかたくさん買っちゃった。すいませんまあちょっとどんなもんかっていうのを実際に試打をして、ほんまに使い物になるのかどうかで、それによって、ちょっと販売する値段を決めようかなと思ってます。使えるんやったら高くなるんですか。そう、まあなそうただ、まあ今までのラバーの概念を覆す値段、今思ってるのは1000円から1500円の間、1枚あたりそのシダの結果によって1000円になるのか1500円になるのか変わる。ほんまにあこれええやんってなったら、それでもめっちゃ安いですけど、それでも1500円。安いです。2枚買って3000円やで。ライガン以下。そうやろ、毎月買えるわ。俺の昔の昭和の時代のラバーよりも安いっていう、まあ、そんな速さがもっと怪力、まあ、せっかくなんで、うちの怪力ファイバーに実際に貼ってちょっと試打をしてみたいと思いますので、で、ごめんなさい、ラバーの前情報が全然なくて、うん、いや出てこないですね。そう、ネットで調べたんですけど、なんか強氷3に似てる、で強氷3と同等みたいな。ただ強氷3って言ってもそのネオ3なのか、うん、そのプロ3なのか、でそのどういう強氷もたくさん種類あるんで、そのどの強氷と似てると言ってるのかが全く分からへん。で、厚さも書いてへんけどな。書いてない。そう。まあでも、1種類しかないんで、まあおそらく特厚やな、中国ラバーやし。で、まあこの触った感じがめっちゃ柔らかい。柔らかいですね。でさっき開封してこう押したけど、感覚的に言うと白石は38度、俺の感覚で言うと36から37度ぐらいかな、強氷の度数でな。中国ラバーでも37ってあんまりないんですけど、ね、だからまあもしかしたらバック用とかにいいのかも、はいはいはい、ああ分からない。まあとりあえずちょっと一回どんなもんか売ってみようよ、はいはい、ということでぜひよろしくお願いします。お願いしま す。では実際に帰り切り貼り上げました。ちょっとまだビニール取ってみて、結構スポニコリ分厚いよ。これこっち G1 の特厚なの。柔らか。柔らか。めっちゃ柔らかい。35度ぐらい。これ新品やからな。シートどうですか。柔らか。綺麗ですね。35度ぐらいでしょ。めっちゃ柔らかいでしょ。めっちゃ柔らかい。ほんまに柔らかい。で35度でしょ。粘着度はやば。いいね。B やな。柔らか。初心者向き。ありえるな。初心者向き粘着ラバーお願いします。すぐ強調する。音が柔らかい。柔らかいわ。粘着の強いよね。これめっちゃ軽いわ。やっぱ柔らかい。
あ、なんで今引っかかったの？どうやって引っかかるの？かけてますよっていう感は。こすらなあかんの。バックは良さそう。バックちょっといいっすね。あ、バックやな。完全にバックやな。ですよね。完全にバックや。あ、バックでちょうどいいわ。ちょっと一旦乗ってみていいですか。やるか。そう、使い道を探したい。こうやったら使えるっていう使い道を探したい。打ち方分かったっす。使い方分かったっす。使い方分かったっす。例えば予算1万円しかないです。でもどうしてもテラジーが使いたいです。ディグニクスが使いたいです。フォアでちょっと行っちゃいました。バックの予算がなくなった。めっちゃいいやん、ほらそう思ったらめっちゃよくない。普通にだって中間板にその4000前後のやつでバックのラバー貼るよりはその全然物はいいやん。値段はどうしようか、いくらでしょうか。1200円。1200円やったら、そうやな、フォアのラバーやんちゃしても、その予算がなくなった時にバックに使える。1200円でいこう。ということで、1200円に決定。安っ。やば、1200円。まあ、どういう傾けかというと、まあ、完全にまずバックラバーや、うん。もう完全なバックラバー。で硬度はやっぱだいぶ柔らかい。あの強表の37度とかよりももっと柔らかかった。まあジュニアで使うとしたら中学生ぐらい、まあ、ちょっと力があってこれからバックを覚えたいなみたいな人は多分この食い込みがちょうどいいと思う。まああとはさっき言ったようにまあフォアでちょっとテラジーディグニクスを買っちゃって、最近ちょっと高いラバー多いしな、イクシオンとかも。
そういうの買っちゃって、ちょっとバッグの予算がなくなっちゃった人には超おすすめ。1200円。バッグ1200円。そんなに取らんと思うけど。ほらもうなんか思い切ってフォア買えるよ。まあでもね、そうやろ、すごいっすよね。でももう予算気にせず買えるよ、うん。まあそういう感じのラバーでした。以上、怪力。速さが最も怪力でした。速さなかったっけど。うん、なかった。速さはないですね。ということで、またちょっとこういう形で面白いラバー商品を見つけたら、ぜひ紹介するんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。